ノイズ、ノイズ、ノイズ、パーフェクト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 、取材受けて、で、うん、取っ払いもらうじゃないですか。何よ？取っ払い、お金、うんうんうん、1万とか2万とか、うんうん、で、それそのままロッカールームに持ってって、うん、で、どんどん溜まってって、うん、結局最終的に100万くらいもうロッカールームに入れてたみたいな話をよし、うん、それは何年間なんだ、うん、そういう人いたのかな。あのですね、その、まあ、確かにね、賞金云々をそのロッカーにポーンと、でもルパンがいる可能性があるから、ルパンがいる可能性があるから、怪盗ルパン盗む、いや、その選手じゃないよ、選手じゃないよ、そのなんか、でもロッカーには多分そういう噂が流れたこともあったんでね、ロッカーで、そのロッカーに誰でも選手以外入れないだろうと思うけども、やっぱりある程度清掃の人とか多分入ってくると思うんでね。俺も一時期あったのよね、あの遠征の細かいバッグの中にいろいろお金っていうか、あの小銭をボン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 入れていく癖があって、はい、でそれをもう秋口かなんかに一回整理したのよ、はい、100円玉500円玉全部、はい、だ結構あって、でそれを缶にこう入れて、あ、缶だったかな、なんか缶に入れて、なんか分けて、はい、100円玉、はい、500円玉、10円玉って分けて入れて、ロッカーに置いたら次の日なかった。やつはとんでもないものを盗んできました。宇野間さんのお金です。っていうことがあるから、だから多分お財布系統とかお金系統はロッカーには多分、置かなかったかな。あの結構なんか第一二塁打賞とか、あのいろいろ賞でもらう、例えば活命茶とか、ああいうのはみんな置いてくって言いますもん、ね、あれはね、飲み物やらなんかは冷蔵庫が多分あるんで、はい、冷蔵庫に入れてみんなで飲んだりとかっていう、まあお米とかね、多分そういうものは持って帰るね。昔は外国人があのコーラ一箱なんかヒットで言って、名前が書いて、これ俺んだみたいな感じで。せこ。外国人の中にはいましたよ、名前入ってる、コーラだから、名前入ってるし、はい、アロンゾ・パウエルが書いてあるってことですね。名前が入ってる、はい、まあ、飲み物に関してはみんなもう、まあ、冷蔵庫に、まあまあ、入れちゃいますけど、うん、あれ大体何もらえるんですか、飲み物、お米コーラだったり、はい、当時はタバコもありましたよ。へえ。タバコもあったり、まあいろいろでしたね。マイルドセブン。うん。いろいろ、いろいろで、その当時その、はい、売れてる時のね、はい、JT。JT じゃなかった、前は。先輩、先輩、はい。先輩講師ですね。ね、はい、その当時なんかいろいろありましたよ。タバコ時代ですね。チャンネル登録、お願いします。なんかずれるな、ずれるな。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。お願いします。チャンネル登録お願いします。